皆さんこんにちは、花です。今日は私の髪の巻き方を紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはじめに髪全体をブラッシングします。そしたら髪を分け目に沿って、まあ、2つに分けていってください。そしてカール用のヘアミストを吹きかけていきます。今回私はマシェリのものを使用しました。そしてブラッシングをもう一回してしっかりとなじませます。で、いよいよ髪を巻いていくんですけれども、ここのポイントとしてはまず毛束をランダムな量を取るということと、外巻きと内巻きを交互に繰り返していくということです。そしたらまあ反対側も同じように進めていきます。なぜか私の顔がとてつもなく険しいのはまあスルーしましょうね。そしてブラシでカールをどんどんほどいていきます。で、ここからがポイントです。次は表面の髪を少しずつ取ってコテを半回転させてください。こうすることによってよりトップにふんわり感やボリューム感を出すことができます。で、仕上げにこちらのヘアミストを、髪全体に振りかけていくんですけども、根元を中心に振りかけると長時間ボリュームが崩れないビーチヘアに仕上げることができます。あとはもう手ぐしでパパパパッと整えちゃってください。こんな感じで仕上げが完了して完成しました。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんもよかったら試してみてください。それではまた次回の更新で会いましょう。バイバーイ。